こんにちは、カラスト TV です。本日リーグ最終節の模様をお送りしたいと思います。それでは行きましょう。 VTR どうぞ。はい、VTR の方見ていただきました。本日最終節、カラストが勝利しました。やったー。リーグ戦終えたんですが、5節でチームの失点1失点ということで、ゴールキーパー2人の活躍があってこそだと思います。がですね、リーグを通しての感想をお二人にお伺いしたいと思います。木本選手からお願いします。はい、そうですね、この1失点というのが私がしてしまった失点だったので、やっぱこのどうしても1位っていうのがもったいないなとは思っているので、次のからのトーナメント戦はゼロで勝ち上がっていきたいと思ってます。お願いします。ありがとうございます。松村選手お願いします。はい、ずっと攻め続ける試合が多い中で、キーパーの1個のミスで失点してしまうっていうすごいプレッシャーもあったんですけれども、出た試合に関してはゼロで抑えられたので、クラブ選手権に向けてもっと、細かいところを詰めてミスのないように、試合運べたらなと思います。なので、キーパーで2人で頑張っていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあクラブ選手権に向けて木本選手から意気込みの方お願いします。まず失点をしないってことを絶対に、そうですね、目標として勝ち進んでいって、絶対埼玉1位を取りたいと思います。松村選手お願いします。はい、では、クラブ選手権に向けてまずは、スタメンダッシュできるように、はい、一生懸命日々の練習からですね、集中して、はい、頑張っていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。キーパーの2人でした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。はい、続いて山田選手と佐々木選手に来ていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。山田選手、はい、いつもですね、攻撃的なポジションでの出場なんですが、本日守備的なポジションでの出場だったんですが、いかがでしたか。初めてセンターバックとして公式戦出たんですけれども、まあ、なかなか不慣れなポジションの中で皆さんのサポートあって勝利に貢献できたかなというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。佐々選手、途中出場から、1得点、素晴らしい活躍だったと思うんですが、いかがでしたか。はい、最近では結構途中出場出ることが多くて、まあ、その中で結果を出すというところを求められていたり、チームの中で勢いをつけていくというのが、まあ、途中から入った選手の役割だと思っているので、しっかりと結果を出したことが、まあ、嬉しくあり、チームが勝ったことがすごい、まあ、大きいことだったかなと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。では来週から始まるクラブ選手権に向けて意気込みの方、山田選手からお願いします。はい、まあ、トーナメント戦ということで、
1回負けてしまったら終わりですので、しっかり日々の練習から集中力を持ってしっかり試合の勝利に貢献できるように頑張っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、佐田選手もお願いします。はい、いつ出てもいい、試合ができるようにしっかりと準備して、チーム一丸となって勝利に対して貪欲にいっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。見ててね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回も楽しみに。バイバイ。登録してね。もう大丈夫ですか。大丈夫です。考えとけよ文章。無視点を守るってなんだよ。お願いします。ちょっと打ち合わせと違った。